バルーンアーティストツイストバルーンは専用の風船をひねり動物や植物、キャラクターといったバルーンアートを作る行為を指す。また、細長い風船そのものをツイストバルーンと呼ぶこともある。バルーンアートを造形する行為はバルーンモデリングと呼ぶこともある。ツイストバルーンを用いてバルーンアートを造形する人をバルーンアーティスト、ツイスターズと呼ぶ。 パフォーマンスとして行う場合には、バルーンパフォーマンスと呼び、パフォーマーを、バルーンパフォーマー、風船芸人と呼ぶこともある。大道芸や遊園地などのほか、結婚式などのパーティーの装飾として人気が高い。日本における故障は様々で、他にもアートバルーン、アニマルバルーン、マジックバルーン、ペンシルバルーン、バルーンモデリングなどと呼ばれる。口で膨らませることも可能だが、 それなりの技術を必要とし、初心者には非常に困難であることが多い。そのため、通常は風船を膨らませる専用のポンプを使用する。2004年8月7日と8月8日にジャグリングショップ、ナランハが主催となり、ハイライフプラザ板橋でコンベンションツイスターズ2004が開催された。以後開催地を変えながら年1回のペースで、 コンベンションが開催されている。ありがとうございます。